こんにちは、じゅんです。今回は去年の秋に北海道旅行をしたんですけども、その時に撮影した札幌市でになります。函館と道東はね、行ったことあるんですけども、なぜか中心地の札幌は行ったことなくて、実は今回初めてなんですよね。現地でね、驚いたのが車両のね、路面電車の運行状況がね、リアルタイムで分かるのがね、各駅に置いてあるってことはびっくりしました。非常に分かりやすかったですね。待ち時間もね、目安つくし、観光でバタバタしちゃってまして、ちょっと静止画になっちゃいましたけども、この車両のマークがね、全部動いてるんですよ。個人的にはね、非常にいいサービスだと思います。ここはすすきの駅ですよね。241号車は探偵屋バーニル2で、路面電車の車内の乱闘シーンでね、撮影使われたらしいです。車内にはね、松田龍平さんや大泉洋さんの出席のサインがあるみたいですね。521号車、1988年製造で、200型に比べてね、角張ってますね。赤信号で止まっちゃってるんでね、ちょっとカットします。路面電車のこの、ね、音はたまらないですよね。うなるモーター音と、この軌道のね、鉄の音と、それで路面電車のね、周りには車が普通にね、走行してる。いいですね。すすきのの駅で1200型のポラリスをね、撮影できました。床が低く作られているので、乗降はしやすいのと、大きな窓で眺めがいいのが特徴です。248号車ですけども、発車から信号止まるまで、なんかゆっくり撮れたので、アップしてます。255号車はなんか憎めない顔をしてます。最後までご視聴ありがとうございました。